はい、どうもこんにちは、ルチです。今回ですね、ファームマネージャー2018というゲームをやっていきたいと思います。このゲームはですね、クレバーさんソフトウェアというポーランドの、デベロッパーが作った農場シミュレーションゲームで、農場シムっていうとですね、他にファーミングシミュレーターとか、リアルファームかなっていうゲームが最近出ていて、その農作業を体験、シミュレートするようなゲームが多いんですけど、このねファームマネージャー2018は、2018とついているんですけど、これがね1作目のゲームで、農場全体を管理経営するゲームですね。農場で働く人の管理、例えばね、その季節限定の作業員を雇うかどうかとか、あと、その、なんていう、最大効率化して安く作物を育てて、それを高く売るっていうのが簡単なゲームの説明ですね。とりあえず、キャンペーンモードが、チュートリアル的なね、その側面も持っているので、ゲームの流れをですね、キャンペーンモードで軽く見ていこうかなと思います。そう、こういうね、農業シムって結構ゲームとしては、メジャーではないんですけど、今までね、ポツポツゲームあったので、やる機会はあったんですけど、初めてですね、こういう系のゲームは。農場特化っていうのは初めてですね。そう、農場で育てた作物を加工するとこまでやるので、このゲームはね、その加工品を売るっていうのがあって、始まりましたね。こうやってチャプター形式で進むので、チャプター1をこのパート内でやっていこうかなと思います。で、こうね、いろいろ出てますが、重要なのはね、ここです。ここの3つのタスクが重要なもので、これをね、達成すれば、次のチャプターかなに進むと思うんですね。で、これ、スモールウェアハウスを1個作る。スモール、なんだろう、この、ストレージを1個作ると。で、ファームオーナーズハウスを直すですね。直すというか改善するだと、直すでいいか。直すというのがあるので、ちょっと軽く、そうですね、どこから見ようかな。ここから見ようかな。これはちょっと飛ばすか。軽いね、ゲームの説明だと思うんですけど、ちょっと全体見ながらやっていこう。とりあえずゲームスピード止めますね。まずね、今出ている UI から見ましょうか。左上がお金。で、これがね、多分今現在ここの農場で働いている人の人数と、多分3分の2なんで、1人働いていて、2人今暇な状態って意味だと思うんですよね。で、これゲーム速度の部分で、これがね、今、2018年3月26日であると。いった日付の部分。で、気温。で、これが季節の、メーターかなですね。今、春に入ったといった段階。で、これは今、作るべきもの、タスクで、右下にはね、これは何だろう。あ、スクリーンショット用のボタンですね。これやると多分 UA が消えると思います。ね。で、これがミニマップの表示ですね。ここが出ていて左下なんで、角度的にはなこんな感じかな。うん。で、これがオプションか。一応閉じとこうかな。で、左下にはね、全体のボタンが出てますね。これを押してやっていくと思うんですけどね。で、気になるのは、これボロボロの建物たちですね。始まって速攻ボロボロですけど、ちょっと一個ずつ見ていくか。これはフィールド。なんで、畑ですね。単純に。グラス。草ですね。草が今ここにできていると。で、パラメーターがありますね。これ、ならし値的なことですかね。で、これは土壌の値ですね。水があるのかとか。これは、肥沃値みたいなものですかね。肥料とか撒くんですけど、それによって変わるのかな。水まず撒きましょうかね。で、マシーンっていうのがあって、このマシーンもね、なんか数十種類あるらしいんですけど、農耕車ですね。このマシーンを買うのにも、なんかその、別途建物建てて、そこに置くみたいなことがあって、あと、この農耕車も中古で買うとか、新車みたいなので買うとかもあるらしいんですけど、それは、おいおいですかね。あ、出てきた。これは、やれ、あ、
そっか。本当にこの畑ね、あれですね、あの井戸とかもないので、水がまずやることができないと。あの、そっからなんだね。ちょっとじゃあ、ここかな、見ます。これがね、オーナーズハウスかな、だと思いますけど、まあ、マネージャーの家みたいなことですかね。オーナーとかは、この農場全体のなんかね、ものですね。バイランとかだと、エリアの拡大とかだと思うんですけどね。で、エコノミーが、収支報告書みたいなもんですかね。まあ今んとこ意味ないですね。まあその終盤じゃない。もうちょっと進んでから作物を売ったりした後とかに出てくるものですね。まあ経費とかね。まあこいつらの給料とかが引かれれば、あそこに乗っていくと思いますね。で、これは倉庫ですね。サイレージっていうのが500ユーあると。で、グラス、草がね100キロあると。で、トレードで、なんか売ったりもできるのかな。で、スタッフリスト、この3名がいるということですね。で、スタッフもね、スキルがおのおのあって、どれが得意かっていうのがね、あるらしいんですよ。まあ、それによって給料も変わるんですが、まあ、このマークでわかると思うんですよ。トラクターとか、そのマシンのスキルと、これはストレンジーポイントみたいなものですね。これがあるとなんだろうな、その仕事のできる量が上がるとかなのかな。で、これはね、プランツ、エフェクトなので、あの作業農作業系ですかね。で、こいつがアニマルエフェクトなんで、こういう牧場とかで、これが、ね、働いている場所ですね。まあ、今この牧場で働いているといった感じですかね。で、これがですね、なんかシーズンの人と、その忙しい時かな、限定で雇ってる人とかのなんかチェックポイントっぽいですね。いや、なんかいろいろ多いですね。いきなり多いな。まずはなんだっけ、これだね。直す。8000ドル。OK。引かれましたね。で、まあ作るんですが、まず道から引いていきたいと思います。先に道引いといた方が後々やりやすいので。ここも引いちゃおうかな。ここは引けない？引けるか。こんな、でもここ多分引けますよね。これ引くようにあるんだろう、この。ちょっとした小道は。ここかな？ちょっと ここね。よし。やっぱちょうどいいですね。ってなるのであれば、これがね、この、建物系のボタンなんですけど、アニマル系。で、これ家系ですね。言えばですね、これが月給料払って雇う人。これがなんか、そのシーズンの人とか、分かれてるっぽいです。で、これがですね、ガレージなので、その、農作業者をしまう場所かな。まだ一個も見てないんでね、何とは言えないんですけど。ここですね。ウェアハウス置きます。じゃあ。ウェアハウス何置くんだ？倉庫なので、どうしよっかな。何置くんだろう、ここに。こっちにしよっか。一応ね、位置によって効率が変わってくると思うんですよね。ちょっとゲームは進めましょうか。今ここに柵ができて、開発待ちみたいな段階かな。建設待ちですね。これなんだろうな、肥料かな。肥料ですよね、多分。こう置いとこう。これで一応全部終わりましたね。あとは建設が終わるのを待つだけなので、ちょっとね、3人しかいないんで、人雇いたいとこではもうありますね。ちょっと進めましょうか。作れって言われてるものは作ったので、次ですね。多分こうやってね、毎回直していくんでしょうね。その、終わったら次のを直せみたいな。まあ、どうすることもできないから待とう。さあ、どうかな。完成したら進むと思うんですけどね。よし。さあ次です。ああ、いっぱい増えましたね、なんか。まあでもそうですね。今回とりあえず僕はね、初めてこういう農場系のやつやるので、ゲームの流れだけでもね、分かってくれればいいかなと思いますし、まあ僕もね、ちょっと理解したいですね。まずはフィールドを作る。0.01 ヘクタールかな。以上であればいいと。で、それを鳴らすと。
ならしていくと。で、なんかの種を、あ、ストロベリーですね。ストロベリーの種を 79U 買うと。U だから、あれなんだっけ、キロでも表記されるよね。まあ、ものによるのかな。まあ、買うと。で、それを植えると。で、ハウス、家を直すと。OK。家直す。ここで一番下を降りましたね。次、フィールドを作るですね。いちごか。これが 0.01 ですね。いや、ちょっとな。0.16。0.016。で、これを作りましたね。まずは、鳴らすのかな？掘って鳴らす。まあいいか。まずこう、順番通り行きましょう。二人がかりでやります。で、こう牛なんですけども、これですね、今、サイレージというものとグラス、まあ草を食っているということで、多分そのグラスがここにあるんですね。彼らの、彼、牛の食料としてこの畑があると思うんで、これも多分収穫期が来たら収穫しないといけないんだろうね。で、農薬による何かとかもありますね。農薬があって、農薬をまいて、なんか虫とか発生した時に、それに対応するように、発生しないようにやっておくんですよね。これもそうですね、ゲームをやって体験してなんかつきやすい湧きやすいものがあったら農作物にそのね農薬をつけておくみたいなこともしないといけないんでしょうね。で、ちなみにこのゲームね結構ズームできるんですけども、主観視点があります。彼らの主観視点ですね。まあ、このように彼らが作業してるときに、まあ、主観視点となって、まあ、この農場全体をね見て回ることもできますね。さあ、まずそうフィールド作りも進めますね。とりあえずあんまり広くしなくてよかったね。結構時間かかるので、トラクターとかがないからすぐできないんだよね。だいまある種近代化したいところですね。ナイヤはボロボロだしってとこで。で、これ何？これストレージか。あ、これナイヤですね。いつか直すんだろうな。で、今あれですもんね。牛がいるここボロボロなので、牛逃げれちゃうって状況じゃない？これ実は。いやー、ちょっと怖いですね。今だってうちの稼ぎがしてる牛みたいなとこあるでしょ。この場合だと。あ、で、今ちょうど3月31日なんで、まあ、4月1日になった時の、そのお金の減り方を見ましょう。それでまあどれくらいの利益を上げないといけないのかっていうのがね分かると思いますね。さあ、これが一応4月1日の段階でのまあグラフですね。これが始めた時で、今ここですね、まあ、垂直落下じゃないですけどなだらかにね落ちていますね。まずこの2309が、給料ですね。彼らの給料440は、まあ、建物の維持費ですかね。で、600の利益ですね。これは何だろう、フォレストメンテナンスか。っていうので600を得てます。で、維持費なんですけど、ここですね。建物ついてますけど、50マウスって書いてあります。これの合計です。なのでそうですね、建物代は建物が増えれば増えるほどかさんでしまう、人も雇えば雇うほどかさんでしまう的な感じだよね。なんでまあどんどん利益上げていかないといけないと。建物ちょっと一回見ましょう。水をやりたいんで井戸とかが、ああ、井戸ありますけど、あ、置けないぞ。なんでだ。まあいいか。あ、じゃあ水はやるなってことですね。わかりました。次これです。これですね、鳴らすと。第2段階ですね。で、まあ、先に種買っときますか。あ、ミルク売りましょう。合計400の利益ですね。
種を買う。ストロベリー、これを79ですね。買いますよ。じゃあ79、80でいいか。これ完成ですね。で、種買うと、基本的にこのゲームあれなんですよ。買ったら何日かしたら取りに来る、置きに来るか。で、ミルクとかも売ったら何日かしたら取りに来るみたいな感じですね。なんで、例えばね、餌がなくなってしまったといった時に、多分早く買わないと死んでしまうとかあると思うんですよね。うまく管理できてないからっていうのとかあると思うので、こういったね、餌とかちゃんと見ておきたいですね。アップルとか最悪買っちゃうみたいなね、いうことも必要なのかな。終わったかな。次は肥料です。あるんでしょうか。あ、肥料ありますね、このねやつが牛のとこで取れてますね。牛からはミルクと肥料が取れるっぽいですね。で、肥料をまくと多分ここが、土のね、肥沃度が上がると思いますね。ただね、このクロップクオリティかな、これが最大に近いんでもういいんじゃないかっていう説もあるけどね。まあ一応巻きますか。人は雇うか。3人だろ、3人足んねえわ足んないじゃない、雇う雇う、大丈夫でしょ、1人くらい増えたところで。こ、ストレンジは雇うか。アニマルはいらないな。で、このマネージングオーチドエフェクト、あ、どっちがいいんだろう。いや、オーチドも2種類あるんですよね。プラントか。どっちがいいんだ。で、これなんか養蜂場があるっぽくて、蜂のマークもありますね。どうしよっかな。今いる人を参照にしよう。こいつが2の1なんで、5とか相当いいんじゃないかもね。5いくか。やっと。よし、雇いましたね。これあいつ暇なんで、次の植える作業の時にここに入れたいと思います。ここ何もできないしね。今肥料をまきましたので、次ですね。種まきです。あ、2人までか。そういえば。足んない?買う、はい、買いました。じゃあね、到着まで待ちましょう。ここで負けますね。オートでやれば性能合わせてくんのかな。あれ?あんまりじゃない?あの子何?向いてないの?実は。その、種まきと収穫があるので、収穫系の人かもしれないですね。あれだな。エリア作っとこうかな。あの子やることないじゃん、今。しまったな。あとこれだけかかってるね。種をまき終われば終わりだと思いますね。終わりましたね。それで次ですね、チャプター1の3、あ、井戸ですね。井戸来ましたね。井戸を作って水をまく。 OK。 あ、そこもちゃんとチュートリアルで流れで教えてくれるんだね。よかったよかった。なんかアップデート来るまで井戸ないよかと思いました、実は。そりゃないよなと思いながらね。ここで水をさっきの子に撒いてもらおうかな。じゃあ、でこっち水全然ないんで、これ2人がかりで撒きましょう。多分それでもフィールドがでかすぎるんで、2人でも多分長いと思いますね、時間的には。さあ、初仕事が水撒き、大変ですね。それは大変ですよね。でもこの草なんかもう成長しきってる説もあるけどな。収穫はいつなんだろう。
なんかゲージあったよね、確か。そのゲージかな。終わるまで待ちますか。水撒いたら終わりかな、じゃあ。チャプター1の3はすぐ終わりそうですね。終わりましたね。さあ次はサイレージ系のものかな。サイレージ、ストレージ4サイレージ、これ直すんだね。まずこれ直しましょうか。でこれかな。あ、ないな。こっちかな。こっち、これ、これかな。ないですね。あったあった。ストレージ4サイレージ、これだね。これをじゃあここに置きますか。はい、これで完成ですね。お金がどんどん減っていってる気がするんですけどね。あ、ミルク1000いきますね。1000ドル、1000ドルの利益、これはでかいですね。まあ給料が2000ドルなんで、月に2回、あ、いや、そう、まとめて売った方がいいですね。月の月末にまとめて売ろうかな。次からはね。完成したら、あ、次ですね。これずっと一番下にあるのが気になるな。これが一応チャプター1の最後か。これ終わりかな、じゃあ。プロデュース、これ、2個のサイレージ。で、直す、ナイアを直すですね。ナイアはこれか。え、作れんの、サイレージ。選んで、グラス100キロで125のサイレージか。で、2作ればいいんだよね。5くらいにしとこうか、じゃあ。ただ気になるんですけど、草あんのかな。収穫してから説もあるけど、どうでしょうね。あ、これか、あ、これがなんかイチゴの成長度っぽいですね。今全体の、ね、もう、7分の1ってところですか。あ、草なくなってるぞ。あ、5キロあるね。どうだ？無限とかにするか？2個できればいいんですよ。ちょっと待って。まあいいけど。1個作るのに何、どれくらいいいの？俺。草買うか。草買います。じゃあ、草買いますよ。必要になるまで買いましょう。これかな。あったあった。安っ。あー。300くらい買えますか、じゃあ。これで5にしとけば、多分できると思うんだよね。100キロであんだけなんでね。草なんか収穫するより、多分買った方が安いと思うんだよね。炊きましたね。5キロから300になるはず。あれ？ないぞ。あ、10キロになった。ここに10キロ。どの単位で買えばいいんだ？ 1500 円にしますか。1500。あ、でも収穫できるんじゃない？これどうですかね。収穫は、あ、できますね。これ収穫マークでしょ。あ、水撒いてあげて、収穫はちょっと3人とかでやった方がいいよね。どうだろう。ちょ、サイレージ作んないとまずいっすね。
通が終わったら収穫かな。よし、ちょっと待って、あの子、君、解除して、ちょ全員で取りましょう。じゃあね、3人で行きます。結構の作業じゃないこれ。刈り倒していくと、あー気持ちよさそうだな。多分実際にやると大変なんでしょうけどね、腰も使いますし。鎌ってこんなでかいのかな。あ、もう何、なぎ倒すように取りますね。へえ。売ろう、ミルクを全部売る。まだか、あー5月の末に売ろう。よし、牛の餌をちゃんとですね維持しないといけないと。変えてんのかなこれちゃんと。うん、変えてはいるんだよ。4500でそんなにないのかな。ちょっと待って、デリバリー4500になってるけど。え、そんなにいる。そ、まあ、でも買ったからいいか。4500kg 来ましたよ。ここで餌困んないでしょ。 OKOK、 使え使ってしまえ。そんなもん、あでも減りますね。がっつり買っちゃっていいんだね。今一応やる人いないのでちょっと雇おうかな。8人までいいので最悪雇うのもありですね。牛とか、あ、買えるぞ、あれ買えるぞ。お、買っちゃおうかな。ミルク結構利益出るんですよね。ありだな。だいぶ終わってきたぞ。これ何キロあるんだろう。4000キロ買いましたけど。ここは何キロなんだ。これ取れる量によってね、買うか買わないかっていうの決まってくるよね。これ200キロとかなら買わないとやってらんないですよね。農作物なんか育ててそれ売って買うしかないよね。そっちの方が多分これなら効率がいいはず。この大きさなのでね、時間がめっちゃかかってるから、これ最後消してもいいよね。まあ量によるか。とりあえず何キロあるんだろう。牛買おっかな。牛買います。牛買いましょう。まあ6頭までいけるんでね、半分ぐらいないと。いつ来るかな。あ、終わった、全員帰りましたね。いや、牛来ましたね。おーおーおおお。すごいな挙動が。ああ、ここの柵へ行くって今ここ踏んでいきましたからね。あ、なに今あれか、この散らばった牧草、牧草じゃないね、草をまとめる段階ですね。大変だな、面積がでかいので。この面積やるってのと人雇いたいな。雇うか。序盤ですけど、どうせ当たったらどうでしょう。どうしようかな。パラメーター的に蜂関係いらないし、アニマル関係まだ分かんないので、筋肉関係のこの人呼ぼう。安いし、こいつ入れるか。やってくれ。ストレージに行って持ってくと思うんだけど、どうかな。あれ3000キロ減ってる。え、でもここ3000キロ入れたの。そんな入れる。あ、めっちゃ入れた。1400で今から増えるか。あ、できましたね。 OKOK。
チャプター2になったね。ちょ、ここで終わりにしますか。チャプター2はまた別で次回やります。